ストマジで奥多摩湖周辺林道に来ています。宇奈沢線、大奈良線、そして峰谷線、坊津線、奥沢線を走りました。最後に西川線を走って帰ります。国道411号、鳩ノ巣駅の近くまで来ています。ここから西川線に向かいます。左右、会社のような建物がありますが、廃墟っぽい感じがします。ひたすら登り続け、人気もなくなってきました。ここからダートですが、林道の標識が見当たりません。私が見落としているだけかもしれません。特徴的な建物があります。水道局の施設らしいです。少し行ったら舗装路に変わりました。ストマジなのでありがたいですが、林道って考えると残念です。またダートに。そして舗装路。ダートになったり舗装路になったり、忙しいです。忙しいのは動画編集においてですが、でもこの舗装部分はちょっと長いですね。またダートに。もう舗装路はなく、ダートのみになっています。おや、もしかして終点でしょうか。登山者がいます。これは登山道でしょうか、それとも林道でしょうか。バイクを止めて看板を見たり写真を撮ったりしていたのですが、この突き当たった道をたくさんの登山者が通っていきます。登山者の一人に、これは登山道なんですかと聞いてみたところ、登山道ですねと即答されてしまいました。でもこの写真をよく見るとガードレールがありますし、
四輪が通ったような跡もあります。おそらく林道だと思いますが、切れ間なく通ると残車がいますので、さすがに入っていけませんでした。こんなところに小さいバイクが止まっていたので、なんとなく注目されています。何十人という人が歩いていましたが、埼玉の山の中だったらこれほどの人を見ることはないでしょう。奥多摩は都心からなら青梅線が便利で行きやすいのでしょう。さあ、ストマジでの奥多摩湖周辺林道の旅も終わりです。帰宅後、本日の走行距離は約260キロでした。燃費は非常に悪く、1リッターあたり22キロでした。林道や上り坂が多かったので仕方ないですね。普通に平地の一般道だったら35キロぐらいは走りますので、40% ぐらいダウンです。あと、ストマジのシートは XTZ125 より悪いです。すぐにお尻が痛くなるし、翌日にはお尻の擦れたところにかさぶたができてました。しばらくストマジは遠慮したいと思います。